はい、こんにちは、スプレーアートでのめちゃんとメロちゃんです。メキシコのコンビニと日本のコンビニの違い。日本のコンビニは本当に便利。便利だよね。メキシコのコンビニはまあまあ、ね、本当に日本のコンビニはやばい。簡単に言うと、入るといらっしゃいませって言うね。みんな言うでしょ、うん、誰もこんにちはとか言わないでしょ。言わない。でもメキシコね、誰かね、コンビニの店員さん、いらっしゃいませ、そう言わない、ね、はーいって言ったらさ、うん、何も答えなければめっちゃ失礼。日本だとさ、逆、私最初はいらっしゃいませって言ったら、私こんにちはって言ったら店員さんなんかで、その次はメキシコでいつもお願いっていう、プリーズ。でも喋んなくていいよね、コンビニ。最後にね。はい、最後に。お金。お金。の出し方。うん。日本のコンビニだと、そのプレートに入れるでしょ。そうね、お金入れる。でもメキシコでいうことやったら、うん、みんな、うわ、信じられない。絶対手でこうやって、こんなところになんかお金があって、たまたま。イエーイ。だからこれで、はい、あ、どうぞ。あ、はい。で、あ、じゃあこれはお釣りです。はい、ありがとう。で、日本は、おい、取れよ。絶対しないでね、メキシコに行けば釣れば見たよ。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。シェアもお願いします。アディオスアミゴ。